広松下は日本の元レーシングドライバー実業家。本名は松下博之。1989年にフォーミューラーアトランティックで初めて日本人としてチャンピオンを獲得し、日本人としてインディ500に初参戦。トップドライバーとして活動を続け、その後日本人ドライバーがアメリカで活躍する道を切り開く。パナソニックの創業者である。 松下幸之助の孫として兵庫県西宮市に生まれる。港南高等学校、中学校、港南大学経営学部を卒業。小学生まで地元のボーイスカウトに所属。日本初のカートインディカードライバー。カートはヨーロッパの海一と並ぶ世界に大レースシリーズ。1986年に本格的なプロのレースカードライバーを目指して渡米。 フォーミュラフォード等のイクラスで力をつけた後、1989年のアトランティックチャンピオンシップのチャンピオンに。これは日本人初の海外メジャーシリーズでの開挙で、その実績で翌1990年からカートドライバー入りし、当時の日本人最高の6位の記録を持っていた。1998年にカートシリーズを引退するまでアメリカを中心に北米、 南米、オーストラリア、日本で年間20戦近くのレースに出場していた。インディカーからの引退後も面白いと思えるレースには出場する考えで、1999年にはルマン24時間耐久レース、その後もオフロードレースに出場したり、レース中継の解説者としての活躍もある。また、カートドライバー時代から始めた自動車及び、 航空宇宙関係のエンジニアリング会社や不動産、投資会社、広告、マーケティング会社も経営している。モトクロスやシビックワンメイクレースなどを経て、1986年にアメリカに渡り、フォーミュラフォード、リムス社 GTP、フォーミュラアトランティック、アルスなどに参戦する。1989年にフォーミュラアトランティックでチャンピオンを獲得し、 1990年よりトップカテゴリーのカートに参戦した。インディ500に参戦した初の日本人ドライバーで過去最高位は6位入賞。インディライトカート広松下広松下1998年シーズンをもってカートから引退し、その後はルマン24時間やバハ戦などのオフロードレースにスポット参戦した。 神戸メリケンパークデモフライト時の広松下現在は南カリフォルニアに本拠を置くアメリカ合衆国の自動車、航空部品メーカー、航空宇宙工学会社レースカーやエアロスペース関係の設計、製造を行うスイフトエンジニアリングにて会長兼 CEO を務める。1983年に創業し、レーシングカーの設計、製造などを手掛けていたが、2000年に 航空宇宙工学分野へと業態をシフト。アメリカ航空宇宙局、ノースロップ・グラマン、ボーイング、ロッキード・マーティン、ガルフストリーム・エアロスペース等、数々の大手主要航空宇宙関連企業の認定サプライヤーであり、自社の生産管理体制により、クライアントの品質要件に応じた、様々な製品や航空機の設計、製造、及び納品に実績がある。 スイフト社では、プログラム開始から終了に至るまで、既存の構成管理方法を使用している。スイフト社の広範囲にわたる、プログラム実績は、近年高い評価を得ており、プログラム管理技術や、品質管理技術において2015年に、ボーイング社のサプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞するなど、数々の賞へのノミネート及び受賞をした。2018年には、 神戸情報大学院大学と共同出資し、航空宇宙工学サービスを主な事業とするベンチャー企業のスイフト XI を兵庫県神戸市に設立し、代表取締役会長を務める。ありがとうございます。